フィオルドランド国立公園の位置フィオルドランド国立公園は、フィオルドランドと知られている地域、ニュージーランドの南東の南西部閣を占めている国立公園である。ニュージーランドで最大の国立公園であり、ワヒポーナム世界遺産の大部分を占めている。1986年、周辺の国立公園とともに、ユネスコの世界遺産に登録された。 フィヨルドランド国立公園は南半球のフィヨルド、ミルフォードサウンドで有名である。また登山の名所としても有名。公園内には氷河期に形成されたフィヨルドが形成される中でも有名なものがミルフォードサウンドである。他にもダウトフルサウンドやダスキーサウンドなどの興味深いスポットもある。公園内のフィヨルドランドの海岸はフィヨルドである上、 サザンアルプスの山々、ケプラー山や、マーチソン山などもも手伝って、非常に険しいものになっている。公園の北端では2000メートルを超える箇所も存在する。氷河期には、地面が削られ島も形成された。これらの島には、セクレタリー島、レゾリューション島などがある。内陸部には、テアナウコ、マナポーリコ、モノワイコ、ハウロココ、ポテリテリコなど国内でも、 有数の大きさを誇る湖もある。タスマン海からは、冷たい変西風が公園内の山々に吹きつける。そのため、冷却された、湿った風が公園内に降雨をもたらし、その結果として、多くの滝を形成している。サザランド滝は、国内最長の滝として有名である。またこの湿った空気が形成する雨は、植物の育成を促進し、公園内は、 フィオルドランドタウリンと呼ばれる温帯ウリンが形成されている。1920年代ヨーロッパから持ち込まれた鹿の大量発生に見舞われ、公園内の動物症に大きな影響が出ることが懸念された。このため政府は公園内に鹿漁のできる区域を設定した。1960年代には鹿の肉と皮の需要増加に伴いこの鹿狩りがビジネスとして 成り立つようになり、険しい山岳地帯を歩いて狩りを行うよりも、ヘリコプターが導入して行うことが多くなった。結果、鹿の数は減り、代わりに、ハンター同士が少数の鹿をめぐって争う事態が発生し、ハンター同士のヘリコプターによる空中戦が催される事件が発生するまでになった。政府はこれに対して対策を講じ、 家畜としての鹿の育成を奨励し、ヘリコプターハンティングによる野生の鹿のハンティングは減少した。ヘリコプターの操縦士は現在では風景を楽しむ観光客を運び生計を立てている。ありがとうございます。